法務大臣が最も悪質な行為、買収をして不正に当選をさせていたという事実がここにあります。今回ですね、8ヶ月ぶりに保釈ということなんですけども、私はこういうね、まあ身勝手な人は終身刑にしてほしいなと思うわけなんですよね。まあまさに広島の恥と言いますかね、この方も若い頃はこんなこと言ってました。良識と高潔さ、この二つを兼ね備えた政治家ということでございますね。誰なんでしょうね。まあこの人本人ではないということですね。次の画像ですけども、ふるさと広島のためにとか言ってますけども、大恥をかかされました広島。ね、なんであなたが広島出身なのという形で大迷惑でございます。次、この河合案里ですね。もう悪党ですね、これもね。人の追及は一丁前なんですよ。なんですかこれは。前知事の後援会裏金問題を追及と。まあ、ここで裏金の美味しさに気づいて自分がそれを使うようになったとはね。まあ、しかも広島の議員ってのは、この買収に弱いんですよね。おかげさまで、法務大臣を辞任というか、誰がこれ法務大臣にしたんですかね。一番法律を破る人間を、なんで法務大臣にするんだって話になってきますよね。いや、困ったもんです。なんか私はね、広島の選挙ってのは、買収が最も簡単に行われる土地なのかなっていうふうに今回気づきましたね。しかも、その買収金額が20万とか30万とか、あの辺でいいわけでしょ。何なんですかね。何なんですかね、本当にね。そこまで金が欲しいんですかね。10万、20万みたいな小刻みな金で、買収されちゃうなんてね。これ誰でも買収されちゃいますね、もうね。いやー残念でございます。まあ、これからもね、自民党が広島から立候補するときに、また買収でしょっていう風にね、なっちゃいますね。まあ広島の有権者もみんなね、買収だろうが何だろうが、自民党に入れるわけですよ。まあこういうときに公明党さんがね、進化を発揮してくれればいいんですけども、公明党さんもいまいち、だらしない。何なんですかね。公明党さん、自民党なんていなくても、公明党さん単体でやっていけるんじゃないですか。なんで連立政権組んでるんですかね。そこまで自民党の力利用したいんですかね。公明党さんだけでやっていけるんじゃないですか。何とも言えないようなことになってきましたね。何なんでしょうかね。いってらっしゃい。